はい。はい。サロンデスケンの今日は9回目ですかね。昨年の7月からスタートして、早く9回目になりますが、今日はですね、今までの回を振り返って、で、皆さんでこう雑談していこう、そういう回になります。要するに中身が考えられなかったっていうオチかもしれないですけど。ちょっとだから今までのもちょっと一回振り返ってみたいと思うんですけども。ね、記念すべき第1回目の様子をちょっと共有しましょうか。はい。そうですはい、まずね、ちょっとな数分ちょっと見てもらう感じで。はい、多分こう同じ場所からやってるんですよね。そうなんですよ。同じ場所なんですよね。なんか天気もよく似てる気がする。ただ7月ぐらいだから、もうちょっと後かな。そう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 。なんかみんな T シャツだしね。サロンデスケンです。まあ、ちょっと若いです。1回目です。あんまりシナリオも考えてない。緩い、緩いな。なんか皆さんの景色が見えてるんですけど、山の中でちょっとみんなで古民家を持ってるデザインですかね。デザイナーとちょっと数学を昔やってた人も。その時はもうマイクとかも何もグダグダとか音がすごいちっちゃい。機材のことも何も分かってないままやってましたね。どんな話になるか分かりませんが、皆さんの方で何か興味あることがあったら、遠いですね、音が。なんかえらい緩い感じで始まったんですよね、第1回目は。なんか1回目はテーマ決めてなかったみたいですね。で、何も決めずに。始めてみようみたいな。じゃあちょっと、じゃあ簡単に途中で、はい、やっていきましょうか。どうしますか。デザイン、一応デザインって統一性はあったんですよ。向き、向き合いとしたんですよ。あ、太田さんが来ましたね。設計をやっています。まあだから、まあこれはね、3人で話してるからで、3人の共通点が見えてると思うんですけども、多分 YouTube 時代がもう音がレベルが録音レベルが低いんですよね。これは聞いてる人には厳しいですよ。厳しいね。川村さん、沢さん、太田さんが、あ、後ろ通りました。そう、太田さんが後ろを歩いていくというですね。この回もなんか進め、なんかこう回繰り返しながら方針が固まってきたみたいな感じですかね。あのビデオをね、流してる間は我々の声がちょっと聞きにくいんで、もうちょっといいですかね、あの止めちゃって。そうですね、止めましょう、はい、じゃあちょっと共有停止。これあの、まあ、1回目はこんな感じで緩く YouTube にですね、はい、ありますので、見ていただければちょっと1回目、第1回目ね、太田さんが後ろを、はい、ある意味あの慣れてない感じがういういしい、ういういしいし、なんかみんながヨレヨレの T シャツで登場してくるっていうのもなんかすごいし、今考えると考えられないようなゆるさでやってますね。で2回目からは1人の方が誰かがレクチャーをして、でそれについてみんなで語るみたいな感じに、うん、なんとなく何だか決まってきたような、そんな感じでしたね。で、2回目は数学の気持ちっていうテーマで、澤さんが。そうそうそう。もう何の話をしたか忘れちゃいましたけど、はい、あれですよね、確か1回目の時に川村さんがちょっとそのデザインの話とかしてくださって、うん、やっぱりなんかこう、プレゼンっぽいのがちょっとあると話が進むよね、みたいな、はい、なんか話だったような気がするんですよね。それで、それスライドを用意して。そうそうそう。で、なんか数学のスライドをっていう話だったかなと。まあ、もともと、澤さんがね、確か雲南か島根かなんかで、数学の話されてるのをフェイスブックで僕は見てて、これはちょっとちゃんと機会を作って聞きたいなと思ったのを超リクエストしたんですよ。あ、そうでしたっけ。うん、そうかそうか。あ、だから一般の人向けに数学とは何ぞやっていうことを、そう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 、いわゆるだから受験の数学しか僕ら知らないから、うんうんうん、そうじゃないんだなということですよね。そうそうそう、考え方みたいな。なんかそのもともとあれじゃないですか、サロンデスケンってデザインと、ちょっとさっきのあの音声の中にもあったんですけど、デザインと
数学と建築っていうのが、まあ、全部なんかこうデザインとか思考法とかそういうところになんか気にするよねみたいな話と、まあ、たまたま3人とも地方と関わってたよね、かかってるよねみたいなところが共通項でみたいな話をしてて、で、まあ、数学もあれですよね、なんかそのものの考え方ですよねみたいな話があるのを、たまたま僕はその島根県の江津の江津大学っていう大学 の, あの市民大学のまあ教授という肩書きをいただいているのでまあそこで話していることを、本当はなんか 4,5 時間かかる話を、あ、そんなにかかる、そうそうそう、30分ぐらいで話したんで、結局ちょっとなんかあの中途半端だったかなと今思うとあれなんですけど、なんかね、ゆっくり、じゃあもう一回やりますかね。ただね、ちゃんと第2弾っていうよりは、なんかちゃんとこう、ちょうどね、今こう、健康層でやってますけどね、なんかちゃんとこう、フルコースでやってもいいかなとか、ちょっと、ね、5回連続ぐらいでね。うん、そう。あ、いいですね、それ。それはぜひ企画したいですね。うん、なんかね、あの、計算する能力とかよりは、なんか物の考え方みたいなことの、うん、なんか数学の面白さみたいなのが、うんうんうん、結構ね、あのね、数学をこう毛嫌いするというか苦手な人が多いんですけど、意外と僕の話を聞いて面白いと思ってくれた人も結構いるので、なんかその辺ができるといいかなとか今ちょっと振り返って、いや、はい、そうなんですよ、澤さん、今澤さんのテーマがだんだん数学が今教育の方に移ってて、後半の澤さん担当のやつは教育になっちゃってるんで、今でもほら澤さん教育長だからちゃんと、まあ、教育長じゃないですけど、教育長元です、教育長だって、数学ちょっと教育委員会ですね、教育委員会、そうですね。なんで澤さんそんなに教育にどんどんシフトしていっちゃったの、なんで。あ、それはね、すごいシンプルな話で、あれなんですよ、僕自身がその数学の話をするのも、その地方でいろいろものを考えるとき、まあ、地方創生のなんていうコンサルティングをするときに、結構大事な要素っていうのは、みんなその気分で議論しちゃうんで、気分じゃなくて、なんかデータとかエビデンスとか、そういうので、なんかもう少し議論した方がいいよねっていうのが、もともとの発端だったんですけど、で、地方創生なんかいろいろやってるうちに、なんていうんですか、結局人作りだなっていう話になるじゃないですか。人作りだなと思った時に、まあ、こんなこと言うと、あれなんですけど、ある程度大人になっちゃった人の気持ちを変えるのとか、気持ちを変わってもらうのってものすごく大変で、だけど中学生って15歳ですよね。15歳が5年経つと20歳になって、今まあ18歳でまあ成人みたいな議論もにもなってきてるんですけど、たった数年で大人がどんどん増産されていくというか、社会に出てっていくわけだから、子どもたちのことをもっと真剣に考えないといけないなと思ったのが発端なんですよね。東京とかはね、若い人がいっぱいいるからあんまり気にならないですけど、田舎だとやっぱりもうものすごく若い人減ってるので、その貴重なやっぱり人材っていうのをちゃんと作らないと、作って育ってもらわないとまずいなっていうので、まあ、なんとなくいつの間にか教育の話にシフトしかかったっていうか、したっていうかですかね。澤さんはでもそういう意味では教育者になろうと思ってたってことはないでしょ。いやいやいや、あの、一応僕ね、単位は取ってるんですよ、教員。教職持ってるんですか。教職の一応資格は持っていて、ただあの先生にならなかったので、免許は、なぜかもらえなかったっていう。なんかね、そう、不思議な大学だったんですよ。いやいや、教育実習行ったんですか。行ったんですね。行った。それはなんか、あの、ちょっと驚愕な。母校に？そう、母校に行きましたよ。母校に行ったし、だから教育の単位も全部取ってるんですけど、まあ、一応あの、大学にこの4月に教員免許もらえますかって、あの、電話をかけたんですよ。ね、一応あの、磐梯町で教育、CIO っていう職に就いたので、場合によってはその教育に携わることもあるんで、免許状発行してくれますかって言ったら、ちょっと調べますって言って、途中でちょっと今、いろいろ戸惑ってますっていう電話が来て、まだちょっと返事が来ないですね。あのね、まあ、ちょっとめんどくさい話をすると、やっぱり法律がどんどん変わってるので、30年前に単位を取ってるっていうこと自体は別に事実なんだけど、それでもって免許を発行できるという事実をちゃんと担保できるかっていうのをちょっとなんか調べなきゃいけないっていうことらしいです。それが別の話なのね。そう。でもまあね、そういう意味では教育にはすごい興味があったんですね。はい。あとはね、あの、さっき地方創生のっていう文脈もあったんですけど、もう一つはその、埼玉県の戸田市っていうところに戸ヶ崎さんっていうすごいあの、クレバーなというか面白い教育長さんがいらっしゃって、すごいエビデンスを取って教育を見ようっていう動きをもう5、6年前からやられてて、その人との出会いも大きかったですね。はい。
それがなんとなく数学をやってたのに、いつの間にかちょっと教育にシフトして、それこそ最後の方で、うん、ゼロベースの教育みたいな話をサロンですけどやらせていただきましたけど、なんかそこに至ったみたいな流れになってるんですかね。ね、澤さんに、その戸田氏の話なのかな、先生を評価するっていう評価軸が、どこの有名学校に生徒何人送ったかに終始してるっていうのは、先生をちゃんと評価してることにならないし、そこの評価軸に乗らない子どもたちはどこに行っちゃうのっていうかな、その子どもたちが置き去りにされてしまう可能性もあるみたいな話を、うん、澤さんから聞いたときに、すごいなと思ったんですよ。うん、で、先生が、だからこのレベルの子をこのぐらい上げたっていうこととかね、このレベルの子をこのぐらい上げたっていうんで、意味は全然違うんだけど、どっちも教育にとしては重要だ。で、それをちゃんと数字的に評価する尺度が今までなかったから、先生のモチベーションももちろん上がらないし、それは要するに落ちこぼれの子どもたちを引き上げてあげるっていう、そういう話がなんかなおざりになっちゃってたっていうなんか現実がね、多分あって、それをこう問題意識を持ちながらこう解決していくみたいな話でね、その面白いなと思って、うん、やっぱりそれこそ OECD なんかも結構エビデンスでいろんなことを取ってますけど、できる子を伸ばすことよりは、やっぱり分かんない子をなんとかその分かるように、うん、そのレールに乗せていくっていうことの方が、実はその社会全体にとってはすごく大事だっていう議論があるんですね。いや、まあ、いわゆる私立の進学校とかは逆に伸びる子をもっと伸ばす方向かもしれないですけど、公教育ってやっぱりその、ね、ある意味では、もともとはその文字が読めないみたいな話がまずいっていうところが始まってるわけなので、あるいは社会生活で最低限必要なことをちゃんと学んでもらおうみたいな。で、それができないと、ね、それこそ何ていうんですか、なんか新書でもありましたよね、その、ケーキを3つに分割することすらできないみたいなところが、いろんなその犯罪の温床になってるみたいな話も確か去年ぐらいかな、すごく流行りましたけど、ちょっと本の名前忘れちゃったんですけど、なんかそういうなんか社会全体のやっぱり底上げみたいなところっていうのが、やっぱりすごい教育は大事で、それがある意味ではそのね、地方においてもすごい大事だなっていうのは、なんか大事にしたいですよね。その辺の話ってあれですよね、ゼロベースの時に、ほら、大阪のあの方。あ、そうそうそう、土山さん。土山さんです、ね。はい。うん、お話随分してくださいね。話してましたよね。ええー。すごくあの話も面白かったなと思うんですけど。まあ、だから伸びちゃったんですけどね。サイド、ね、サイド B までやることになって、下手するとサイド C ぐらいまで行きそうな勢いでしたけ、ね、ど、やっぱり皆さん教育ってすごくこう興味があって。うん。身近なならないね。教育の難しいところは、みんな自分が経験してるんで、どうしても自分目線の話になりがちなんですよね、教育って。うん、自分の成功事例を持っちゃってて、自分の失敗事例を持っちゃってるんで、だからそういう意味でもなんか客観的に見る尺度みたいなのは、うん、本当はあるといいよなっていうのはずっと感じてます。なんか今ほら、ちょっと聞いてくださってる方に教育者の方が一人いらっしゃるんですけど、大学の先生が。あ、そうです。言います。太田さん。太田さん。なんか太田さんって言うとなんか IR の人ってイメージがありますけどね。実は大学の先生ですよ。大学の先生です。あ、そう出ます。いやいや、もう多分会出席太田さんぐらいしかいないんで、あ、田辺さん。田辺さんも多分ね、会出席ですけど。サロンデスケンをずっと聞いてくださってる方は、太田さんは今澤さんが言ったようにギャンブルの人だと思ってるわけですよ。確かにギャンブル擁護派のおじさんとか持ってる人です。で、元パチプロです。もうちょっと正体をちゃんと説明してあげた方がいいのかなと思って。まあちょっとじゃああれですか、もう一回振り返りで、はい、3回目は今度場所を変えてですね。で、ゲストを入れるという新しい試みを進められましたね。会津に行きました。で、3人で会津に行って、テーマは会津の風景を作るってテーマで、ゲストとしてですね、西会津国際芸術村ディレクターの矢部義弘さんをお迎えしてですね、で、まあ、ほぼほぼ矢部さんのお話を9割方あってですね、で、もう時間がほとんどなかったんですけど、残りで少し意見するみたいな、なんかそんな質疑を落とすみたいな、そんな感じだったんじゃないかなと思いますけど。いや、面白かったですね。わらびね。わらび。わらび。
古川はわらびでなんか騒いでありましたけど、わらびはどういう話だったかちょっともう一回言ってもらいます。家から徒歩20分圏内にわらびが取れるところがあるという生活ですよ。はい、うん、20分圏内、その生活っていうのはやっぱりなんていうかな、自然と人間がですね一緒にいたっていう風景をやっぱりなんかすごく語っていてね、で多分矢部さんが西会津に行ってそこをフィールドにして考えていることってやっぱ生活と結びついた風景をどうやってデザインしていくのかっていうことじゃないかなと思ってね、なんかスケールが大きいんですけどでもやんないといけないことっていうかな、やっぱりそこの問題というかそのビジョンをちゃんと持ってないとやっぱり見誤った風景を作っちゃうことになるんじゃないかなとか、そういうなんか問題提起があったんじゃないかなと思うんですよね。はい、なんかあれですよね、そのランドスケープデザインの話とかもいろいろしていただいて、なんかその、なんていうか、土地の上に、なんだろう、植生があって、その上になんか文化が乗っかって、なんか生活があってとかって、なんか因数分解してくれて、いろいろお話をしてくださったと思うんですけど。やっぱりね、フィールドっていうか、そのランドスケープをレイヤーにこう分けてね、見ていくというのは、アプローチとしてはすごく有効で、うん、とても面白い話だったなと。僕も言いますけどね、あの後行きましたよ僕、奥三面、はいはいはい、後ですよね、あのてか、まあ、ついこの間なんですよね。なんかそのわらびっていうか自分の周りでちゃんと生活していくっていうんですか、でもねあれなんかあの後結構自分の中でいろいろ発展があって、うん、実はそのみんなその自分の周りで生活ができるっていうことなので、ある意味では自分の好きなことできてたんじゃないかなみたいな、なんかそのいろいろつながりがあって、その共有林というか共有するとか、まあ、コミュニティだとか、なんだろう、コモンズとか、なんかそういう議論ももちろんあるんですけど、自分のなんていうか場所でちゃんと生活できてるんで、意外と自分の好きなことをちゃんとやりながら生活はやるみたいな、なんかその感覚っていうのはなんかすごく大事な、今なんかそういうのなくなってきちゃってるじゃないですか。澤さん、あれですよね、やっぱりほら、コロナ禍っていうのがあるじゃないですか、うんうん、外で遠くに出かけられなくなって、自分の近所の歩いていけるところの美味しい定食屋さん見つけちゃうみたいな、なんかね、そのスケール感がちょっと変わったんだと思うんですよ、コロナ禍で、うんうん。で、そこで足元が見えてくるみたいな。そうなんですよね。だからなんかそういう意味でも、なんか3回目の矢部さんのお話は、なんかすごい、うん、まあ、時期を得たというか、ちょうどコロナが、うん、第一波が終わったあたりだったのかもしれないですけど、なんかただね、ちょっと残念なことに、一応矢部さんがですね大学の講義で使ってるスライドを使ったということもありですね、YouTube に公開してないんですよ。そうそう、できなかった。で、YouTube にアップしてるんですよ。見たいっていう方がいたらリンクをお伝えしますんで、要するに完全にオープンな公開はダメだけど、見たい人に見てもらうのはいいでしょうっていうことは言ってもらってるんで。なるほど、まあ、うん、もし見逃した方がいたら言っていただければリンクをお伝えするできると思います。いい回でしたね。個人的にはね、僕ら古民家のすごい素敵にリノベーションしたホテルに泊まったじゃないですか、うんうん、ホテルというか、まあ、宿泊施設、うん、それの成り立ちというかそのプロセスみたいなのも紹介していただいて、うん、それを知って泊まるのと知らないで泊まるので、うん、大違いだなっていう、なんかストーリーがすごい重要だなっていうのを。でそう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 、澤さんに聞いた方がいい、日本ニアか、日本ニアです、ですよね。その日本ニアの話を誰かにちょっといつかしてほしいな、聞きたいなと思って。澤さんなんか知り合いいらっしゃる？いや、まあだいぶ知ってますけど重鎮とか創業者からいろいろ知ってますけど、はい、作った人から。この前ね、この前その滋賀に行った時に、奥滋賀のね、東近江の、奥の方で、まあ、木工やってる方がいてね。なるほど。その方が民家を手に入れて、そこを日本屋でね、要するに民泊っていうふうに、ね、使っていこうというふうなことを今考えてるんですよ、うん、まあ、すごくいい場所なんだけど。なるほど。ああ、そうか、日本屋っていうその組織というかネットワークというか、なんかその話をどっかでちゃんと聞きたいなと。矢部さんもそういう話してたなと思ってね。まあ、そういう意味ではね、日本にあの今代表になっているのは藤原さんとか、うん、星野さんとかですけど、まあ、お二方ともなんとなく存じ上げてますし、なんかどっかでね、ネームですね、でもお二人ともね、ただみんな忙しいまあ忙しいですね、はい、まあでも面白い、なんかちょっとね、うん、会津まで行ったのも良かったですね。面白かったですね、うんうん、
あれ、秋でしたっけね。秋。秋だったんじゃないですか。秋ですね。9月ぐらいですかね。で、4回目、やっと古川さんの会になって、森と木材のブランディングっていうテーマでお話ししていただきましたけど。あれ、ちなみに2回目って何でしたっけ、あれ ?2 回目、数学ですね。ああ、そうか、はい、あの、森と木材のブランディングは、まあ今、ニュースでいろいろ言って、ウッドショックっていう言葉、皆さん聞いてるんじゃないかと思うんですけど。なんかすごい木材上がってるんですよね。上がってます。うん、これはちょっとね、またちょっとウッドショックとは何かっていうやつをやった方がいいのかもしれないんだけど、要するに国産の木がちゃんと使えるようなあの体制と仕組みができてないっていうことなんですよね。で、外材に頼ってるから、外国から木が来なくなると木がないっていうことになっちゃう。で、まあその日本の木を使っていきましょうっていうのをちょっとお話しさせてもらったんです。これもちょっと長かったんだよね。1時間半ぐらいになっちゃったんですよね。そうですね、うん、ほぼほぼ僕が1時間ぐらい喋っちゃったんだよね。そうそう。このあたりからね、なんかね、あのスピーカーがただ話すになって、そうなっちゃう、ちょっと講義みたいになっちゃった、ね。ちょっと川村さんがあのイラッとした。恥ずかしいんじゃなかったんだっけみたいな。そう、なんか、まあ、こう、まあ、オンラインのコンテンツなのか、こうやってトークするね、なんていう、会話楽しむというか、会話が重要なんだから、会話をちゃんとした方がいいなっていうのはもちろんあるんで。うん、そういう意味で、振り出しに戻って今日はいい感じ。で、今日は振り出しに戻って雑談みたいな感じになってますけど。で、次の回の5回目が、あの、太田正隆さん、今いらっしゃってます、太田正隆さん。ギャンブルの太田さん。はい。JTB 総研の太田さんが、IR 統合型リゾートとギャンブルの境というテーマでお話ししていただきました。あ、太田さん、なんか、どんな話だったかかいつまんで、要約していてもらってもいいですか。あんまり覚えてないんですが、覚えてないあのね、昔あのパチンコにはまって全国パチンコ旅行もしたぐらいなんですが、やめたきっかけはあの手動のパチンコから電動のパチンコになった瞬間に、俺がやんなくても誰がやっても同じだと思ってすっぱりやめたっていうことと、もう一つはあの一応あれインテグレーテッドリゾートということでですね、カジノがメインではない、でいろんなものがインテグレートされたものがリゾートだと言ってますけど、まあ、若干奇弁的なあの部分があってね、あのカジノという考え方をちょっと隠すために、インテグレートってつけたのかなっていうのは、まあ、あの見え見えの部分がありましたという話だったような気がします。太田さん、ちょっと全然話違うんですけど、結構あれですかね、あの割と、まあ、タブーの領域みたいなのもちょっとまあ若干 なきにしもあらずな、あの面白い回だったんじゃないかなとは思うんですけども、あの多分世論的にはあれですか、結構カジノ反対みたいな、まあ、市民あの、まあ、横浜なんかね、真っ向そういう話もしてますが、じゃ あのギャンブルって考えた時にね、あの例えばパチンコはですね、一応ギャンブルとは言っていない、ただし年間の売上だけで20兆円という巨大な産業になっていると。パチンコ依存症の話はしますけども、あの例えばね、今だとなんだ、競輪とか競馬とか、例えばだとあれですね、あのね、競艇で若いね、お兄さんお姉さんが主役になってコマーシャルバンバンしてますよね。ああいうことについては誰もほとんど何も言わないっていうのがちょっとなんか変だなっていうのが、はい、そんな気がします、はい。なんかね、あれだしね、なんか僕結構ギャンブル容認派だった気がするんですけど。いや、完全に、いや、違うんですよ。あの場がね、全部ギャンブル容認派とか、まあ、あいや、カジノは批判されてるけども、そんなことないんだよっていう話になったんで、あの、あれ、これ僕は反対しなきゃいけない側に立たなきゃいけない。なんか、ちょっと、やっぱりここディスカッションの場なんで、なんかこう、いろいろ意見、違う意見が、あの、戦い合った方がいいんじゃないかなって。反省した回でした、僕は。なんかあれですよね、今ちょっと思い直すと、僕さ、金融株式投資だってギャンブルじゃないかみたいなこと言ってるような気がするんですよ。で、要するに問題はギャンブルが問題なんじゃなくて、中毒になるかどうかが実は問題なんじゃないかなって、あの修正があって、まあその中毒みたいなところをどうやって、その、そんなこと言うとね、あのゲームで子供がなんかあのいっぱい使っちゃってみたいな議論があったりするんですけど、なんか常習性をどうやって排除して正しくやるかみたいなところが実は結構大事なのかなみたいな、うん、僕がちょっと気になったのは、なんかそれによって誰があの利を得るかみたいな、うん、
音はちょっと注目した方がいいなと思ったんですよ。なんかね、なんか最近あれなんですよ、結構その、あ、そうそう、僕はその大学院に通うようになってから、実はそのコミュニティの話とかがいろいろあって、議論してる中で、あの、何でしたっけ、なんかペットボトル1個水買うと、なんか10リッター、その水がない国に水を送りますみたいな、なんかそういうマーケティングとか、なんかコーズリレーティングマーケティングっていうんですけど、なんかそういうの結構やってんだよねみたいな事業を聞いてたときに、よく考えたら、その戸田ボートで、まあ、僕、戸田ボートのお仕事もしてましたけど、あのギャンブルでなんかの収益金が、なんかその日本財団経由でいろんなところに行ってるっていうのも、まあ、考えてみれば同じなので、問題はそのお水はそれでなんか水買いまくる。中毒症状とか常習性は生まれないですけど、やっぱりそのね、あのやっぱり申し訳ないですけど、ギャンブルはまあちゃんとその自制心持ってやらないと、まあ問題を起こしちゃうというケースがないわけではないので、やっぱりそこなんだなっていうのはなんかね、改めて思いますね。なんかね、あとそもそもで言うとね、あの競馬以外は基本的に戦後復興のため の、 あの結果ギャンブルですので、あの協定も、競輪もですね、あれって大義名分はですね、あの戦後復興です。うん、はい、それからあの、いつまで戦後復興ってんだろうね。いや、結局それってだから、あの国があの資金を得るためにやってるってことですよね。まあまあまあ、まあ、お金集めっていうかね、復興のお金を集めるっていうことなんでしょうけど、さっきね、川村さんが言った誰が得かっていうのが、なんかやっぱり思惑がそれぞれ多分あって、IR 型リゾートって、これ紐解いていくと、いろんな方の思惑の中で成り立っているじゃないですか。ああ、建設業なんかはものすごいんですけど、ああそっか、なるほど、ものすごい大きいお金が動くわけですよ。あれだけの面積を開発してね、建物を作ってコンストラクションしていくののお金、仕事、まあ、仕事だからやれば儲かるみたいな話で、なんかいろんなまあ利害関係が複雑に絡み合っているなっていう感じがして、だから一方的に批判するのもダメだし、その批判する論点が何かっていうのをちゃんと考えないといけないんだよと太田先生はですね、教えてくださったんじゃないかなと思うわけですね。でもそれ立派にデザインの話でしたよね。デザインの話ですね。やっぱりデザインの、だから、うん、ちゃんと組み立てがあってね、視点を変えると良かったり悪かったりっていうものじゃないですか、うん、正解がないというか、あの絶対善とも言えないし、うん、絶対悪とも言えないしっていう、だからあのこの場でみんな一方向向いてたのかなっていう気がしたのであれ反対側の人もいる必要だなって思ったんですよ。でもね、いや、でもね、やっぱ面白いなと思ったのは、こうリニアじゃないなっていう、要するにさっきの建設の人たちは、実行させるためにいろいろ理屈をつけるわけですよ。理屈。で、それはなんか、まあ後からつけた理屈なんだなっていうのが、太田さんの話をやっぱり聞いているとよくわかるというか、なんだこいつはただやっぱり儲けたいだけなんだなとかね、いろいろなのがあったけど、あ、そんなこと僕が言うとなんかあの大変なことになるかもしれない。いやー、だ儲けてる側にとっては善だから。まあまあまあ。そうなんですよ。なんかちょっとこう非常にタブーな話で、オリンピックもなんかそんなとこあるでしょ。ああ。もうオリンピックやるやらないで大変なことになってるわけで。でも、トトクジを一生懸命買うとですね、新国立競技場のようなところの資金に若干回ります。なるほどな。なるほど。でも、あのちょっとね、その1回前の木材の話を今、ふつふつと思い出してたんですけどね。はい、結局、そのさっきのその公営ギャンブルと言われるもの、まあ、最終的にはその戦後復興の社会資本整備でもいいんですけど、なんかそのどのお金がどういうふうに流れてるかっていうのが分かるようで分かんないんですね。もちろん全部オープンになってるんですけど、で木材の話もなんか古川さんがずっとされてたのは、要するにその最終的なその山主さんというか、まあ、川下、川上から川下で絵だったと思うんですけど、その最後のお家を建てるとき、まあ、私はお家建てたんで分かりますけど、そのお家を建てる人がお金をどれだけ払っていて、それがもともとのその山主さんなり、山をお手当てしている人たちに一体どれだけ流れてるかよく分からないみたいな、なんかその辺のなんかこう、サプライチェーンがよく見えないよねみたいなところが実は問題だよねっていう話があったんですけど、さっきのあの水1本買うと例えば水10リットルってのはなんかすごい直結してるんですごく分かりやすいじゃないですか。だけどやっぱり IR の話とかも含めて一体どういうお金がどこにどう流れてるかっていうのがもうちょっとオープンだったら実はあんまり皆さんええみたいなことはないし、で逆にまああのなんていうかやりすぎちゃってる人がいるとちょっとやばいよねみたいなことがまあ分かるんだと思うんですけど、だからその辺の、まあ、難しいんですけどね、なんか透明性みたいなのが実はこういう複雑系になってる、なんだろう、社会の仕組みの中で意外と大事なのねみたいな、なんかちょっと
なんか今ふと思いましたね。はい、沢さん、なんかさ、それって僕、日本の伝統文化なのかなと思ったりする時あるんですよ。そうですね。明らかにしないというのね。明らかにしない。明らかにしない。なんかこう、オブラートに包んでおくみたいな。だからその教育、まあちょっと先ほど僕自分がその数学とか教育の話をして、まあ数学はどっちかというとオブラートに包まないってことなんですけど、自分でね、論文書くようになってすごく思ったんですけどね、数学の論文って、要するにこう定義してこうなりましたって証明して終わりなんで、なんかその、いい加減さっていうか、よくわからない差がない論文なんですよ。多分そうなるだろうじゃダメだって。そうなるはずだって書いても、それはただの予想なので。だけど、その社会学的な論文を書くと、なんかこう、いろいろロジックで書いてるんだけど、本当のところどうなんですかねっていうのがわかるようでわかんない。でそれに近いことがやっぱり社会ってすごくあるから、どうしてもその、なんていうか、不透明というか、うん、まあ、ちょっと緩いというか、うん、いう話になるんだけど、日本はさらに緩いよねっていう。そういう意味では、なんかそのエビデンスみたいなことをもうちょっと入れた方が日本は良くなるよなっていうのが、なんとなくその教育の世界に行ったの、なんか3つ目かなんかの要素のような気もするし、なんとなくその数学をやってきたことから、なんかその辺を感じちゃうっていうのもなんか改めてね、うん、思います。例えばですよ、澤さん。まあ、オブラートで包むみたいなことって、昔の古いコミュニティって言いたいんだけど、なんていうのかな、言わないでも分かるじゃんっていう、その約束っていうか信頼の中で、こうずっと培われてきた、地域を根が張ったようなコミュニティの中ではオブラートで包んでおくのがいいんだけど、それがこうだんだん分断されてきて、分断されてるんだけれどもオブラートで包んでればいいよみたいなことになってると、何やってんだかわからない、そのオブラートの中で悪いことをし始める人がいるみたいな、そういう悪の温床になりかねないみたいなことが、悪の温床って言ったらいいんだけどね、まあそういうことが起こってるんだろうなっていう感じがしてて、だからそのエビデンスとか見える化とかみたいなことがやっぱり今ちゃんと必要なんだろうなと。IR の話とかね、ギャンブルの話とかね、太田さんにそうやって教えてもらうまでは、ギャンブルで儲かったお金がどんな風に社会に分配されてるかなんて誰も分かんないよね。分かんないし言わないでしょ。なんかね、そういう意味ではそのさっき の矢部さんの会に出てきた奥三面じゃなくて奥三面って読むんだそうですけど、あそこの話の時にその縄文時代っていうか、そのマタギの感情っていうのが書いてあったんですね、行った時に。奥三面の、その縄文の里なんとか博物館みたいなとこ行ったんですけど、そしたらやっぱりそのマタギの感情っていうのが書いてあって、それって、まあ今でもそうです。僕は北海道でその狩猟してる人たちのテレビとかを見ても、全てをきれいに均等に分けるんですよね。要するに例えば心臓があったら心臓もきれいに分ける、お肉もそれぞれの部位できれいに分ける、それは取った人だろうが取らなかった人だろうが、参加した人全員に均等に分けるっていう、だから多分その縄文時代のあの話って共同体としてはすごいよくできてたと思うんだけど、ちゃんとその成果もみんなで均等に分けるよ、それはみんなが引き続き同じものが取れるんじゃなくて、誰かちゃんが取れる時があっても、次誰か別の人が取るっていう、それをなんかリスクとしてちゃんと認識して分割してた。でそれが多分弥生時代になって、その製造ってことができるようになってから、多分そういう文化がちょっとずつこう分かれてきたっていうのがなんとなくイメージできたんですよね。製造と貯蔵ですね、多分ね。貯蔵ですね。そう、うん、だからそれができるようになってから、なんとなくそのなんていうんですかね、若干こう資本みたいな概念とかそういうのがなんかできてきて、今のそのなんか もやっとしたっていうか、なんかあんまり全部オープンにしないっていう文化に少しずつなってきたのかなみたいな。それこそなんかその感情っていうのを知って、なるほどなと思ったんです。なんか全然ちょっと話変わりましたけど、オープンしない、日本人があんまりこうはっきりさせないっていうのが、もしアートで例えるなら、例えば水墨画とかって結構この空間とか描かないけど、そこに何かこう、何か表現するとか、風景を表現するとかってあるじゃないですか。で西洋側もきっちり全部描き込むみたいな、なんかそういう、こう、余白に、想像の中で想像させるっていうのが日本の文化であるかなってちょっと思ったりとか、つながんないかもしれないですけど。皆まで、皆まで言うなみたいなね、文化なんでしょうし。だからあれですよね、その、やっぱり富の再配分みたいなのの、仕組みをちゃんと作っていかなくちゃいけないっていうことですね。やっぱり、縄文はその場で消費しなくちゃいけなかったんだけど、弥生になってここまで貯蓄ができるようになったりいろいろしてくると、それをどう再配分していくかっていう仕組みを作っていくって話になって、それが多分国家とかいろんな話に多分なるんだけど、その仕組み作りが歪んでて
富が集中しちゃうみたいなのが今の資本主義の問題点って言っちゃっとそうなのかもなと思ったり、うん、そうなんです、そうなんです、うん、でまあだからどうしたらいいかっていうのは結構謎なんですけど、謎です、謎、やっぱりそのそういうまあある意味ではそのなんかそのまあ縄文時代にやっぱりその食えないで本当に死んじゃうみたいな問題リスクがやっぱりすごく大きかったっていうのもあるんでしょうけどね、意外とギャンブルにそのなんかあれがあるかもしれないとかもちょっと思ってね、ね、太田さん、太田さんね、余裕の銭は持っちゃいけないんですよきっと。え、なになに、太田さん声小さい、もうちょっと余裕の銭は持っちゃいけないんですよ、余裕の銭は持っちゃいけない江戸っ子ですねみたいな、やっぱね貯蓄したりとかですね溜め込むと次にいろんな悪いことを考えるから、うん、なるほどね、うん、だから確かにその貯蓄が悪だっていうのはなんかちょっとあるかもしれないですね、ちょっと分かんないです、投資はいいってことですか、ここほら田辺さんが反論しなくちゃいけないとこよ、田辺さん仕事柄はい、いやいや今田辺君は喋ろうとして田辺さん、田辺さんお願いします、貯蓄はやめた方がいいかもしれないですね。貯蓄はやめ、何をしたらいいんですかね。何をしたらいいんでしょうね。でもさっきの話もちょっと元に戻っちゃいますけど、隠し事しちゃいけないよっていう話で、これ夫婦間も一緒だなと思いながら聞いてたんですけど。すいません。いえいえ。でもあれなんですよね。その僕もね、かんぽ生命の前身の簡易保険局ということで働いてましたけど、僕も貯蓄っていうのは、ある意味ではその、ちゃんと投資して回っていくんだったら、それなりに意味があるのかなって気はちょっとするんですけど、ただ貯金を貯めとくっていうのは、まあ、実はどうなのかなと、ちょっと、まあ、この辺ちょっと詰めていくと時間かかるんで、あれですけど、一方で、保険っていうのは意外と大事だと思うんですよね。その何かあった時の要するに備えってのはすごく大事で、だからそういう意味ではなんかその日本ってやっぱりその貯蓄と保険が一緒になってるっていうところがあるので、まあフランスもそうなんですね、フランスもそうなんですけど、どっちかというと貯蓄イコール保険みたいなイメージになってるところと、本当に保証をするって、まあ、自動車保険とかそうですけどね、うん、だから保証をするっていう概念にもっと特化すれば意味があるのかもしれない、なんかお金を貯めることが保険の仕事になっちゃったっていうところは若干いろんないびつさを生んじゃったのかなっていうのは、シンプルじゃないですね、シンプルじゃないですね、なるほど、でそれも結局その、まあ、官報もそうでしたけど、うん、やっぱり戦後復興でやっぱり財政投融資のお金が欲しい、まあ、結局全部その戦後復興っていうところでお金がないと回らないっていうところが国の国策としてあって、それが貯金っていうところにすごくいってるっていうのが、でその前の戦前も実は郵便貯金とかみんなその国策なんですよね、まあ、戦時中もそうそうそう、結局お金がない中で日本は軍艦も作んなきゃいけないしいろいろあったわけで、やっぱりそういう文化がずっと来ちゃったのが、逆に言うとそのリスクのヘッジの仕方っていうのはお金を貯めること以外の方法がいっぱいあるっていうのが実は本当はあるはずなんだけど、それがちょっとどっか行っちゃったっていう、っていうところはもしかしたらなんかそういう大きな流れの中にあるのかもなって今すみません、思いつきで今日は喋っていいと思うけど、思いつきで喋ってるんですけど。というあたりが、これからの、なんですか、郵政事業における簡易保険の未来かもしれないな、みたいなことをちょっと OB として思って。OB としてね。ね、先輩。ありがとうございます。サラさんでもあれだね、なんか、縄文やりたいって前言ってましたよね。縄文。縄文について語ろう。すみません、僕ですか？あ、いや、このサロンデスケのテーマでなんか、今回なんかこの雑談の中でまた、いや次回以降のテーマみたいなの見つけてくるっていうのがいいですね。いや僕はどっちかって言ったら、はい、伊勢神宮っていう弥生文化の権限みたいなところで生まれてるんで、はい、その矢部さんと弥生僕で弥生と縄文を戦うのはいいんじゃないかと思ってましたよ。それは今日が弥生かっていうとちょっとよくわかんないんだよね。え、ないない。沢さんが弥生って今自分で言いましたけど、一応文化の僕から見るとなんかちょっと縄文っぽいとこもあるんだよね。だから明治じゃなくて伊勢神宮は弥生文化ってことですか。まあ、あれだってお米をお米の蔵みたいな、ね、形をね、うん、そうですよね。いや、いいですかね、まあいいですけど、別に縄文の話ではないでも、はい、でもね、なんかね、まあそれこそ縄文に学ぶべきだみたいな議論って結構ね、うん、ちょっといろいろ出てきてるんですけど、でも一方でやっぱり富をなんていうか増やしていくっていう意味ではやっぱり弥生文化の良さも あるはずなんで、まあ、その辺のこうバランス、さっきのギャンブルか、ギャンブルも何がバランスかみたいな話だと思うんですけど、うん、まあ、その辺にこうデザインっていうのが意外とね、なんかこう重要なのかなみたいな、そのうまくこう、うん、なんていうか、いいところに安定してし続けるこうバランスみたいなのをどう作るかっていうのは、すごい大事な行政の、まあ、政府が持つべき
のバランスみたいなとこかもしれないねっていう意味では一回議論してみたいですね。なんか地域を考えるっていうのはずっと共通テーマであるじゃないですか。はいはい。地域の中の富のその蓄積をまあどう保険につけていくかみたいなっていうかさ、今澤さん保険が大切だねって言ったの僕もそうだと思うんですよ。その酔い腰の金を持たないだけではちょっとつまんないということがやっぱりね、病気になっちゃったらどうするのとかね、いろいろあるわけで、それをみんなでなんていうかな、守り合っていくっていう仕組みをどう作っていこうかなんだろうかな。ね、太田さんだってきっと貯金はしてるはずです。今ちょっと後悔してます。あのうちの会社もですね、なんかあの政策投資銀行に助けてって言ったりとかですね、いろんな今、あ、してましたね。大変なことになっていてですね、はい、太田さんも貯金に、あの政策、政党銀が出てきたんでびっくりしましたけど。でも今の助けってことでいくとね、やっぱりお金じゃない部分で、あのいわゆる優位とかね、そのコミュニティの中で、なんだろう、手を差し伸べるとかね、いろんなことがもともとあったんですけど、それが貨幣経済お金になってくると貯めるのが目的になってくると、単なる単数貯金だし、それをさらに大きく投資するとわけが分からないように、お金がね、いっぱい回って、とてつもないお金も一つ両極になってきてね、我々庶民はですね、私はちょっと後悔しますけど、この年になってですね、やっぱり人間貯蓄を、ね、ちゃんとやればよかったなと。さっきね、こう始まる前に田辺さんに、高岡から帰ってこられた田辺さんに、田舎は良かったって話をね、してたんですよね。で、僕なんかも田舎生まれなんで、田舎だとですね、近所の人が野菜を持ってきてくれたりとかして、現金あんまり使わないと見せていけたりする面があったりしてね、ああそういうのも実は豊かなんだなって、いや逆にそういう方が豊かなのかなと思ったりする時があって、なんか豊かさって何かっていう話をね、やっぱり今考える時期なんだろうな。まあまあね、なんかそういうなんていうかちょっと、まあ、余裕って言っちゃっていけないと思うんですけど、うん、なんかそういうことを少しこう見られるようになったのかもしれないですね、うん、いろんな意味で安定してくる部分があって、なんかこれ、うん、いただき物をシェアするとか配るって、なんかある意味セーフティーネットですよね。そうですね、そうです、うん、お裾分けってそうですよね。そうそう、お裾分け、お裾分け、うん、いい言葉だなと思うんですけど、うん、はい、どこまで行ったんですか。5回、うん、5回、で次6回目で僕と川村さんの、はい、が担当で、浅尾君でしたか、はい、ブランディングと PR というテーマで、浅尾義治さん、コミュニケーションデザイナーの浅尾さんをゲストに迎えてですね、地域ブランディングと PR 戦略と、まあ、一応サブタイトルでお話しさせていただきました。で、まあ、内容的にはブランディングとかをやるときに、そのもの自体を、まあ、よくしようっていうような発想はまずあると思うんですけど、実はそれだけじゃダメで、本当は結構大事なこととして、見せ方と伝え方、いやこの2つが実は重要だ。いいものを作るだけじゃなくて、それをどう見せるかってことと、どう伝えるか。だから例えばそのどう見せるかはデザイナーの役割だったりすると思うんですけども、伝え方はまさに PR とかコミュニケーションの領域になるかと思うんですけど、その辺を割と軽視され、まあ、いいもの作ればなんか良くなるだろう、インフラ整えばなんとかなるだろうとか、箱物を作ればなんとかなるだろうみたいな話だけじゃなくて、それから先のこともすごい重要だって話をさせていただきました。はい、なんか今更なんですけど、僕浅尾さんがどういう仕事してるんだか今一つよく分かってなかったんで、よく分かってないんだ。その伝わりづらさもあんまり認識されないところの一つだと思うんですね。抽象的な部分だったりとか、分かりにくい、ものを作るっていうのは分かりやすいですけど、それ伝えるっていうのも分かりにくいし、うん、見せるっていうのも抽象的で分かりにくい部分なので、デザイナーとかまさに PR 戦略やってる人間は何を仕事にしてるかって、まあ、分かりづらいとこだと思いますね、一般的に。川村さんと浅尾さんは一緒に仕事したことがあるんでしたっけ。ま、ないですね、今のところ。
いや、あの話僕も知らなかったの、ここで遊び仲間だらけだった。話聞いたらちゃんと仕事、あのもちろんだけど、お互いでもお互い様なんですけど、きっとちゃんと仕事してるんだみたいな、そういう感じだった。その辺の見える化、その辺の見える化が結構重要なんじゃないですか。いやでもでもあれですよね、なんかそのまあ古川さんも僕もある意味でコンサルティング業的なこともやってますけど、これって結構説明するの難しいですよね。難しいですね。コンサルは難しいじゃん。そう、例えばいるのといないのって何が違うんですかって言われると、あるいはどういう結果が出るんですかって、大体あの、ね、地方で仕事してると、うん、議会とかからなんかその高い金で呼んでくるのはいいんだけど、何の結果出してくれるんだよみたいな話になって、うん、いやそれこそさっきの、はい、あの白黒はっきりつかなかったりとか、いやだから証拠がなかったりとか、うん、だし、あとその変な難しいですよね。例えば僕が頑張って何かができるものだったら、うん、僕が頑張ればいいんですけど、うん、コンサルティング業って僕が頑張るんじゃなくて相手が頑張るまとか出てたから、相手が頑張ってくれなかったらいくら僕がやっても意味がないっていうか、要するにあの、はい、家庭教師つけたら要するに勉強できるようになるんですよねっていうのは、あ、それ相手が勉強したかったら家庭教師つけても意味があるんだけど、相手が勉強したくないので家庭教師つけても意味がないっていうのが、でも受験に落ちたら家庭教師も整理されちゃう。そうそうそう。でもそのPR とかデザインの世界もよく前川村さんもおっしゃってたんですけど、外国っていうかアメリカとかだとデザイナーさんにここ全部任せてくれてそれでできる。だけど日本って、まあ、僕もそうでしたけど、デザイナーさんにお願いするんだけど、最後にそれでいいかどうかを決めるのは社長だったりするっていう、うん、専門家じゃない人が決めるっていうのがすごい問題なので、すごい重要だと思います。そこで思ったのと違うぞってなっちゃって、うん、で最終的に誰が責任取るのみたいな、誰も責任取るな、悪く言った場合はなすり付き合いになっちゃうし、うん、よく言った場合は自分がよかった、うん、手柄だみたいになるっていう不思議な問題だよ。ちょっとね、ちょっと切り口変わるんだけど、川村さんはほらなんか個人的作業みたいな言い方をするじゃない、デザインで、はい、にイメージを作って自分の中でこう煮詰めてって言ってかな、シェイプアップしてってバーンと出すみたいな。ただ僕の中の仕事は職人さんがいてね、現場監督がいて、みんなをなんかうまい空気感を作って、みんなでワイワイガヤガヤいいものを作っていこうぜってこう乗せながらね、なんか行かないと建築ってできないのよ、うん、でも川村さんのでも例えば印刷所であるとかいろんなところと、やっぱり丁々発信が多分あって、うまく乗せていかなくちゃうまくいかないっていうことってあると思うんだよね。なんかそれが僕の中でコンサルなのかなと思ったり、ちょっと失礼。ああそうですね、うん、確かに。なんかでもそのフィーってよくわかんないんだよね。大事です、うん、だから設計やってると図面を描く人で、図面が成果品になるから図面っていうことだけで評価されたりするわけです。でも本当はその図面をもとに、職人さんをのアイデアをなんかも全部こううまく出してって、あのみんなで楽しくできてやったねっていうところが本当の僕なんかで言うと成果品っていうかサクセスなんだけど、なんかあんまりそこは見られてないかな。関わってくれた人はなんか、あ、なんか古川さんとやってると楽しいねみたいなこと言ってくれると、あ、やったとかってなんか思ったりするんだけど、なんだろうねその辺ね、本当一番大切なとこじゃないかなと思うんだけど、うん、そうですね、うん、まあそういう意味ではそういうのをデザイナーっていうんですかね、そういうとこが。あ、でもそうかもしれないですね。デザイナーは基礎とは違うところはそうかもしれないですね。うん、でもね、サバさんが最近何デザイナーって言ってるんですか？未来社会デザイナーじゃないですか。なかったです。サバ、まあ、さんもデザイナー。だからアーティストとデザイナーの違いはそこかもしれないなと思ったり、どうなんだろうな。こういうのはなんか外にいる人から聞いた方がいいのかな。例えば大田さんとか田辺さんとか、はい、なんかあります？アーティストの差ですか？さっきのあのアートとデザイナーとかって最近なんか誰かが言ってたのを聞いたことあるんですけど、でも まさになんか今古川さんおっしゃったのと一緒だなと思いましたね。でやっぱりデザインできる人が いないと、うまく成果につながらなくて、でやっぱりそれ以外のところって結構 AI が出てきたりして、もうそっちでできちゃう領域で、
それをこう人しかできないっていうんですかね、それでまあデザインして送り出すっていうことが、今度人のやる仕事になるんじゃないかみたいなことを言ってる人がいたらなるほどなと思って聞いたんですけど、はい、なんか太田さんがニコニコしてます。私まあ、平たく言うとイベントプロデューサーという言い方をするとみんなが理解してくれる世界にいたので、もう面倒くさいからね、国際会議プロデューサーとかイベントプロデューサーと言っていました。ただプロデューサーとまたちょっとニュアンスが違うんで、やっぱりデザインっていう言葉が好きになったので、会社名もですね、コンベンションデザインっていう会社にしました。前にいた会社、私が社長じゃないですけど、でコンベンションで人が集まることをデザインしましょうというふうに言ってたんですけど、なかなかそれが定着せずですね、じゃあ何をデザインするんですか、印刷屋さんですかとかですね、いやいやそういうんじゃなくてとかですね、いうようなことですね、一応あとはですね、地域にいろいろその会社の仕事で入っているときには、地域、なんだろう、まあ、地域開発のコンサルタントとかね、怪しいコンサルタント、怪しいプロデューサー、怪しいデザイナーですから、職、うちの子供もね、よくあるそのお父さんの職業はって言われると、まあ、面倒くさいからイベントプロデューサーにしといてって言うとですね、学校の発表した時に非常に分かりやすいと、うん、いうようなことで、たまたま雑誌とかあと新聞とかちょっと見るとよく分からないという感じですね。中でもね、太田さんのやってる仕事を、まあ、詳しく知ってるわけじゃなくて、太田さんから見聞きしてるだけなんだけれども、やっぱり会場のことを分かってないといけないし、そこでコンファレンスされる内容のことも分かってないといけないし、なんかすごいコーディネート、すごいなんていうかな、緻密なコーディネートの上に成り立ってる世界で、それがやっぱりできるっていうのは太田さんしかいないみたいな、なんかそんな世界なのかなと思って聞いたりするんですけどね。で、あんまり緻密すぎると体壊しますので、私は B 型で緻密なんでちょうどいいですね、きっとね。いや、血液型どうですか、そこは。ちなみに川村さんは血液型何型ですか。血液型 A です。 A。 沢さんは何型だと思います？ AB 型？ O。 O です、 O です。あ、O。 じゃあ僕も O だ。O、 O。 で、太田さんが B で、川村さん、私は緻密な B です。なんですかね、数学科は O 型と B 型のどっちかだってみんなに、みんな言ってましたけど。そうなんですか。面白い。でも AB 型の人もいるんで、もうあんまり嘘だなって感じですか。あんまり聞いたことがないよ、みたいな。田辺さん、血液型は何なの？僕、大型です。あ、僕は大型が多い。効率高いんですけど。効率高い。日本人は A か O です。まあでもね、なんかそのアートとなんか、なんだっけ、デザインの話は、それこそちょっと去年の年末なくなっちゃったんですけど、アートデザイン。その城谷光生さんっていうね、有名なデザイナーさんが長崎におられて、それ、小浜温泉、長崎県の雲仙の小浜温泉の街づくりもやりながら、でも本質的にはそのイタリアですごいこう勉強されたそのプロダクトデザインからいろいろそういうのをやってる方だったんですけど、まあ、ちょうどお会いできる機会があって、お会いさせていただいて2時間半か3時間ぐらいですかね、オバマに行って話をした時に、実はそのデザインとアートっていうのをスパーッと言われていて、デザインっていうのはやっぱりその、まあ、万人とは言わないけど、やっぱり皆さんにとってこれはいいデザインだって思われるものがやっぱりデザインであって、うん、アートっていうのは別にみんなに好まれるとか、うん、多くの人に好まれるっていうものじゃないんです。だから例えばコップカップ、まあ、これマグカップなんですけど、マグカップはこういう形にするとみんなが使いやすいとかなんとかっていう、そういうことも含めてデザインなので、うん、そこがアートとデザインの大きな差ですねって言ったのはすごい頭に残ってます、ね。そういう意味ではその僕はまあ未来社会デザイナーとか言ったりとかいろいろしてますけど、例えば太田さんがその IR とかあるいはそういうイベントとかをデザインするっていうことにしても、やっぱり多くの人にやっぱり受け入れてもらえないとその会合は成立しないわけなので、まあ、そういうところが例えばまあ社会を作るにあたってもある特殊な状況でだけ成立するっていうのも、まあ、デザインじゃないとは言わないけども、やっぱり多くのところでこう成立するものを作った方がデザインなんだろうなみたいなのはなんか結構しっくりくる経緯なあっていうふうには今でも思ってですね、なんか社会性みたいなもんですかね、うん、ちゃんと伝える
対象がちゃんとあるという。そうそうそう、まあ、あるマーケットの中でっていう、やっぱり前提はつけてあげないといけないんでしょうけど、うん、その中でやっぱり受け入れられる形とか仕組みを作るみたいなのがデザインなのかな、みたいな感じは。なんとかぼんやり。あれですね、最初の回で川村さんが話してくれた合図の試みとかね、アプローチとかあって、社会を解きほぐしながら形に着地していくみたいな、なんかすごくデザインだなっていう感じですよね。だからね、鎌田さん結構その言葉をバーッと選ばれるじゃないですか、最初に、うん、キーワードを。キーワードがあってすごい選ぶんですけど、あの感じって多分その中、そこにやっぱりあるものからやっぱり作っていくっていう。うんうん、あ、そうですね、うん、その対象から探し出して、探し出して分析して、収集して分析するみたいな。だからそこと、鎌田さん、その先にあるのはやっぱり共感ですよね。もちろん、ね、共感ですね。で、グッと共感をこうセットしてもらうっていうな。なんかまたやばいって言わなくなってきましたね。大丈夫ですか。鳥の鳴き声はちょっと聞こえたりしますか。ブランディングの話をした後はですね、7回目は教育に今度出ていくんですよ。これが長かった。絶賛教育に。絶賛教育終わらなくて。ゼロベースで教育を考えるっていうので、うん、その時はですね、7回目は、元大阪 JC の土山隆弘さんゲストにお迎えして、うん、で、サブゲストで、マインドフルネスの専門家の矢野つむぎさん、むつみさんに来て、話していただいて、はい、今日ね、矢野さんは来てくれるはずだったんですけど、ちょっと事情が、ご家庭の事情その他があって、急遽来れなくなって、ごめんなさいってさっき、これは盛り上がりすぎて2回、2回やりましたね、もう週、翌週ぐらいに。2回やりました、ね。サイド B があって。プレゼン、まあ、もうこれはだって答えがないような世界だから、そう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 、もう言いたいことはいっぱいあると思うんですよね。うん、いやでも土山さんが言ってたね、そのなんていうかな、スマホいじってなんとかバイトしてって結局その負のなんかスパイラルに入っちゃうみたいな話が結構衝撃的で、うわーっていう感じ。日本ってやっぱり貧しい国なのかなと思ったりして、うん、ね。なんかまあ土山さんの話はまあ僕もなんか大阪にまあねいたこともあるのでなんかわからんでもないんですけど、なんかその辺のなんかこうまあ無限ループって言ってましたっけ負のループって言ってましたっけ、なんかそういうところに入り込んじゃうっていうのはやっぱりどうやってそこ、ただ今もちょっと思ったんですけど、そのゲームイコール負とかゲームイコールネガティブっていうのも一方的な見方で、まあ、まあそうなんですよ。またそれはそれで違う見方もあるじゃないですか。いやだから問題は そこから、まあ、回ってるのがそのまま負になっちゃうのはなぜなのかなんだと思うんですよね、やっぱり。そのデザインの仕方ってそこにあるんだと思うんですけど、それが全部全否定じゃないんでしょうけど、やっぱりその土山さんのねで言われてた問題の大きなのはその教育格差っていうか、そのアメリカなんかもめちゃくちゃそうですよね。教育を受けてる人と受けてる人と受けてない人が経済的にもめちゃくちゃなこう格差社会につながっていくみたいなのがあって、日本もそれに突入してるんじゃないかっていうなんか問題提起かなと思ったりしてね。本当は日本でみんな教育だから全員底上げしてこうみたいなことを丁寧にやってたのが日本っていう国だったかなと思うんだけど、なんかないがしろされてきてね、ないがしろされちゃった人がさっきのあれですよ、ないがしろされちゃった人たちがスマホをいじりに中毒性って言いたいんですよね。でバイトして時給1000円いかないバイトしながらなんかよくわかんないこう話せがいないっていう、なんかここからやっぱり抜け出さなくちゃいけないはずなのになと。なんかあれなんですよね、昔はどっちかというとまあ塾予備校も非常に限られた世界だったと思うし、うん、ほとんどがその公教育の世界の中、学組の中で、しかもまあ、うん、ステータス、昔やっぱり学校の先生ステータスすごい高かったと思うんですよね、うん、だから教育の質ってすごいある意味で高い高位安定みたいな多分状態になってたんじゃないかなって気がするんですけど、澤さん今の公共教育の質が下がったって澤さん案に言ってるよあっていうかそう下がってるし、当然下がってるんですよ、下がってるし、逆に言うと高いものはいくらでも取れるようになっちゃったんだと思うんですよ。なるほどね。お金で、だから結局その高いなんていうか富裕層はいくらでも変な仕事、うん、年間何百万の別に学校塾とか別塾もだし学校もだし、いくらでも行けるっていう状態になる。で、アメリカがまさにそうなってるんですよ。
でそうお金がある人はいくらでもお金を払っていい学校に行くってことができるようになっていて、でそれがやっぱりその格差社会をすごく作っちゃったってことなんです。日本も実は公教育がすごい安定してるって見えてるんだけど、じゃあ公教育全体の質は昔と比べてどうなんですかって言われたら、これは下がってないですかって言われたら、客観的に言うとね、うん、昔は学校の先生なの30倍とかだったはずなんですよ、倍率、うんうん、あさっきのステータスだったから、みんな なりたかったなりたかったし、まあ、なりたい内容だったから、まあ、頭のいい人たちはみんな学校の先生になってましたよね。人気があったんですね。30倍のうちの30分の1の上位と、うん、今多分3倍ぐらいになってるはずなんですよ。3倍の中の上位3分の1が、うん、これは当たり前なんですけど、うん、その当然30分の1が高いので、うん、平均点がね。だからそれはね、下がるに決まってるんですね。ってことは、やっぱりその教員の、やっぱりその、ステータスをちゃんと上げてあげるとか、なんかしないと。魅力とか、そうそうそう、全体がどんどん下がるに決まってるっていうのは、もう統計的にはそうなりますよね。あとは全く逆のアプローチで、桑なんだっけ、島根の。桑、あれ？桑谷さん？桑谷さん。桑谷さんがやっておられるような機械均等の良質なオンラインプログラムを配信するというかサービスしていくみたいなことができてくると、貧しい人たちでも良質な授業というかな受けれるみたいな形ができてくると、また世界が変わってくるんだろうな。だから結局そのバングラディッシュの子どもたちがハーバードの話を聞いてどんどん学力上がるみたいな話になるわけなので、うん、まあ、そういう意味ではやっぱりその教育の質、僕らの方が教育の話になんか言ってるのもそこなんですけど、その普通に考えれば誰が考えてて30倍と3倍では30倍の方がいい先生が入ってる決まってるって誰でも分かってるんですけど、誰もそこは言わないわけですよね、うん、で一方でじゃあバングラディッシュの子どもたちはいやもっと要するに難しい環境にいるわけじゃないですか。学校だって建物があるかどうか分かんないみたいな状態なわけだけど、それでもそのネット環境だけちゃんと作ってあげればちゃんと教育としての質を担保できる場合もあるってことなので、うん、まあ、そういうところがなんかすごい大事になってきてるかなっていうのがちょっと、うん、ありますよね。でその中でやっぱりその一人一台端末みたいなのが、まあ、昨年度バーッと配られて、うん、果たして今年からどうなるでしたっけっていうのはすごい注目皆さんしといたらいいじゃないかなと思います。さっきのその富の再配分と同じような話で、知恵の再配分って言ったら変だけど、オンラインにすごい可能性ありますよね。ね、ありますね。めちゃめちゃあると思う、うん、だその辺の話もなんかゼロベースの話の中で聞けたんでよかったなと思ったりしたんですけどね。あとね、実はね、オンラインを認めてあげるとね、自分に合う先生見つけられるんですよ、ね、うーんと思うんですよ。例えば今一斉授業、僕まあ数学をやってたんであれなんですけど、数学って積み上げ型の勉強をしないといけないんですよね。例えば割り算できない人がいきなりその先進まないみたいな話になるので、うん、だから数学ってなんか分かんなくなったらその分かるまで教えてくれる人がいると次進めないんですけど、やっぱり今の授業の仕方だと分かんなくても先進んでいくしかないんですね、うん、先生みんなを40人教えてる、うん、だそういうのがやっぱりそのなくなるとか、あるいは同じことを学ぶんでも自分に合った先生と合わない先生やっぱりいるので、うん、そういう選択の可能性が広がるって僕はすごくいいことなんじゃないかな。例えばこうやってズームで今日もやってますけど、会話ができるじゃないですか、うん、会話するって大切だなと思うんですね。うんうん、まあその古代ローマ時代まで遡らなくても、そうですね、こういう小さいゼミみたいなものがあちこちにできてくると、子どもたちをこうにとってすごくいい、もしかして環境がこれからどんどんできてくる可能性があるなと思いますね。あのスタンフォードが中高を作ったんですね、オンラインのスタンフォード大学がね。でそこのなぜか校長先生があの、日本人なんですよ。本も出てるんで、まあ、すごく読みやすい本で、ぜひ読んでいただいたらいいと思うんですけど、あのオンラインなので、サボるやつはサボることになっちゃうじゃないですか。だから、いわゆる最近、その反転学習って言うんですけど、先に教材を与えておいて、学びはもうとにかくみんなで議論することだけに徹するっていう。でもそれをやろうとすると、40人じゃ無理なんですよね。40人で全員に当ててたら、1人1分ずつぐらいになっちゃうから、40分だとね。だからやっぱりね、なんかね、10人ぐらいなんですね、1クラスが。で、まあ、そういう状況が、例えばその正規雇用で全部先生を集めたら、そんなことできないかもしれないですけど、例えばその議論の訴状に乗る人をもっとね、非常勤でもなんでもいいので、いろんな人たちをそういう場にこう先生として来てもらえるんであれば、そういうことね、10人単位でいろいろディスカッションする授業とかできるじゃないですか。やっぱり日本もだからオンラインになると、今大学の先生やってる人でも、いやちょっとまあ中学校の生徒とお話ししてもいいよみたいな人は、スタンフォードもそうらしいんですね。やっぱりスタンフォードのちゃんと大学の教授が、要するにその中にも当然その
なんていうか若い人たちを教えることに関してすごく、あの、喜びを感じる人たちがいらっしゃるので、そういう人たちがやっぱりどんどんその授業に入ってきてくださるそうなんですけど、日本もだからそういうことをやればなんかその面白い授業とかはいっぱいできるような気がするんですよね、うんうん、その辺もやっぱりその一人一台でオンラインっていう時代にすごくやっぱり大事な、あの、なんか仕組みになるのかなってちょっとはその新書を読んでて、はい、思いましたね。面白いですね。教育はやっぱり面白いですね。面白いですね。またこれであのサイド D ぐらいまでいきそうですか、ね、いや、なんか、うん、いろいろな問題もはらんでる話もそう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 。だからあの、土山さんの話も衝撃でしたけど、多分矢野さんかなと言ってくださったのも、あの、3児の母なので、あの、今までは学校は行かなきゃいけないところだったけど、学校は行きたいときは行けばいいところに子どもたちの意識が変わったっておっしゃってたんですか、あれなんかすごく、あの、まあ、面白い視点、お母さんらしい面白い視点だなと思ったんですけど、うん、なんかもなんかすごくね、あの、なんかわかるなっていう感じがして、じゃあ、7回目そうか、7回目はだからサイド A とサイド B が、はい、2回やったけどってことですね。はいはいはい、8回目は保育と木育。木育だ、はい、あ、そうそうそう。まあこれはさらにその延長ですね。の SFC の、保育研究されてる佐藤あゆみさんが、ね、そうそう、沢さんの先輩。そうそう、僕の先輩です。僕の先輩はあのこの場にももう一人いますけどね、影に隠れてる。もう一人の方は隠れちゃってるんですか。隠れちゃってる。今あの雨が降りそうなんで、畳の部屋にあの、あ、そうなんですね。せっかくなんで、なんかちょっと、あ、そうですね。ね、もらえる。ぜひ、ここにじゃあ来ていただいて。本当にやばくなってきました。1回目の時も途中で雨降り出して大騒ぎだったり。どうしました。雨降ったら閉鎖かもしれない。ちょうど1時間。まだ降ってない。まだ降ってない。ギリ降ってない。ギリ降ってない。なんかちょっとね、明るかったです。やばい感じ。なんかせっかくだからほら自己紹介していただきます、はい、恐れ入ります、ね、はじめまして。そうですね、沢さんと同じ大学であの研究員してます、あの感動しています。そうですね、なんかこう沢さんはすごいもう人生の大先輩なんですけど、沢さんの2年先にあの同じ大学院の同じ研究室の同じ先生の下でちょっと修士号を取ったばっかりに、ばっかりにここに先輩です。先輩と言っていただけるという大変な光栄をいただいております。研究され何を研究されて、あ、まあ、あれですね、沢さんのテーマと結構リンクする部分が多いんですけど、今で言うと小中学校でどうやってその生徒とか先生のパフォーマンスを高められるのかみたいなことを研究してまして、まあ、沢さんと、まあ、フィールドが僕もともと広島県 の, あの岡山県沿いのすごい田舎町の神石公園っていう場所で研究してたんですけど、そこで2年間ぐらいあの住み込みであの地域おこし協力隊やりながら研究をしてまして、そこで1回今日やりた後にまたちょっと東京に戻って別のことやってたんですけど、そこでこうたまたま縁があって、あの沢さんが大学院にいらっしゃるってことで、あの福山市でいろいろすごく近くの市なんでそこで研究する機会いただきまして、それであのそうですね、今一緒にやらせていただいてるっていう形ですね。あの多分次回サロンデスケンは予告編さんのスライド本当ですか入りで、あの今多分今の話だけだと多分 10% バッテリー大丈夫ですか。あ、でもバッテリー大丈夫ですね。あ、ダメだ、バッテリーが切れて終わるっていうの面白いです、ね、繋がってるんだ。それは僕です。力尽きるとか、うん、なんかでもちょうど1時間ぐらいなんですけど、はい、1時間10分ぐらいか。なんでじゃあ、うん、うまく接触が悪いのかな、大丈夫でした。軽くなって。説があるかった。そうですね。危険です。危険信号に気づく。あの、ちょっと、沢さんとは昔から知り合いなんですか。いや、全然。そうですね。太田さんとはなんか昔から知り合いらしい。太田さん、知り合い。僕は人生高原で一度お会いしてると思います。
そうですね、里山コンソーシアムで、そうですね、はいはい、そうそうそう、次に SFC の人がいたなと思って、そうです、SFC の人がいたな、はい、なるほど、今年ちょうど住み込みで研究してまして、それではたまたま同じゼミだったから、こうやって知り合ったってことですか？そうですね、なんか全然違う場で、なんでつながったんですかね、あれですね、会社とかのつながりで、たまたま全く違うところで引き合わせていただいて、なんかね、学校じゃなかった気がするんですね。そうですね、話してたら SFC だったという。そうです、そうです。いや、てか、その人生公園に地域おこし協力隊でいた人がいるっていうのは知ってたんですよ。そこまでは分かってたんですけど、それが関東さんだっていうことと一致したのは、なんか結構偶然みたいな。そうですね。はい、全く大学とも、広島とも関係ないところで。なんかね、だったような気がします。そうですね。オンラインでお話したのが。そしたら研究室まで一緒だった。研究室まで一緒だし、福山つながりもなんか一緒だし。そうですね。まあ、リンゴつながりですね。福山と人生高原町って隣り合わせなので、うん、もう本当にあの隣町なんですね、うん。そうですね。ちょうど教育の研究もしてて、高校であのドローンを教えるみたいな研究で、生徒がこう地域でいろいろ課題解決学習すると、どんな感じで地域貢献の意欲とか高まるのかなみたいなところを研究してて、ちょうど心理指標とか使う研究だったんで、そこで沢さんと広島も教育も心理指標も結構リンクする部分があって、それでこうちょっといろいろご一緒させていただいて、ね、ちょうど高校が高校の、ね、高校魅力家なので、高校で、はい、僕は、まあ、どっちかというと高教育で小中っていうので、まあ、ちょっとうまくつながるかなっていう、はい、うん、で、まあ、あの福山市はいろいろこう、まあ、教育に関してはあの前向きにいろんなことをやってくれるいい市町村っていうか町なので、うん、まあ、ちょっと僕一人ではまあ手に余るぐらいのことがいろいろできるんで、あの、うん、よろしくお願いしますっていうお誘いをしたっていう感じですかね。データセットが素晴らしい。すごい、はい、え、なんかでも今日始まる前にはずいぶん変なこと言ってませんでした。いや、それはあのこう一応ね、あのあの言えないことと言えることと、はい、まあ、その辺はあのオフ会でぜひ。なるほど。まあ、でもまあ意外と8回いろいろやってきましたけど、だからつながってますね、こうやって話してて、ね、そうですね、うん、はい、またなんか新たな課題とか、まあ、テーマも見つかってきたので、あの縄文と弥生が、ね、縄文と弥生とデアートとデザイン、あー、デザイン、ね、戦後復興っていうキーワードもちょっと出てきましたよね。戦後復興も面白いですね。戦後復興、面白いですね。アートとデザインはでもアートの人呼ばなきゃいけないんじゃないですかね。ねえ、うん、アートの人は誰呼べばいいんですかね。でも矢部さんだってアートの、あ、芸術の、まあ、そう、アーティストですね。でも矢部さん自体と違ってデザイナーなんです。デザイナー、ものすごくデザイナーだから、まあ、デザイナーじゃなくてアートの人を呼んだ方が面白いかもしれないですね。最近のでもね、現代アートのアーティストはね、デザイナーっぽいよね、みんなね。うん、そうですね。うん、なんだろう、これ。割と戦略的に、うん、世の中と関わって、うん、やってますからね。例えば、地域 あのビエナーレとかやっても、その地域に根ざした、うん、アートを作ってみたいとかって、うん、結構デザイナー的なアプローチで、うん、ストーリーがバックにあるみたいな、うん、アートが多いので、うん、デザイナー的ですもんね。純粋にアーティストっていうと今なかなかいないかもね。あとあれですよね、なんかちょっと今ふと思い出したんですけど、僕その5回シリーズで数学学をやらなきゃいけないのかもしれないんですけど、もともと人工層で川村さんのデザイン学をやろうって話もしてたんですよね。あ、はい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 、あ、なんかこうちょっとリアルでしっかり詰めてやるっていうのは、まあ、ちょっと今コロナなんでなかなかそう人集めてっていうのはあれですけど、うん、なんかこうもしこうね、あのリアルでサロンですけどじゃないですけど、リアルで少しそういう時間を10人とかでなんかやれたら面白いかもしれないな、うんうん、健康層合宿構想もありますよね、うんうん、そういうのなんか1泊2日ぐらいで共通の課題を議論していくみたいな、なんかなんか太田さんもなんかニコニコして学生をどうやって騙して連れていこうかなと、虫だらけの家に騙さなくてもいいじゃないですか。別にその騙すような騙さなくていいような話するわけじゃないです。ちゃんとあのぜひゼミ生を連れてきてください、はい、なんかそういう学生とサロンデスケンのセッションも面白いですよね。面白いですね。なんか世代を少し超えた議論もした方がいいと思う、いいかもしれないですね、うん、はい、
同世代の話ばっかりじゃない。そうそうそう。結構まあ年齢層が大体この近辺になってるんで、ちょっと若い人にもね。教育の話なんて同じ世代で話してもしょうがないような気もするんです。やっぱり若い人は若い人の感じとあるので、あのスマホをいじって何が悪いんだって話になると思うんです。何も悪いと思う。いやあれは悪だっていうふうに決めつけるのがあの多分一方的な考え方な気もするね。でもあの負のスパイラルはね根っこ深い問題ですよね。まあそうですね。単価の高い仕事につけないっていうふうにしちゃってるからね。なんかだからもう根っこを変えないといけないとこもあるんだよね、あれね。まあ、そういう意味ではやっぱりなんかそのまた元戻っちゃうんですけど、その教育の質ってやっぱりすごい大事な気がするんですよね。地方を変えられるのって多分そこかなみたいな。うん、で実はそのちょっと脱線気味に言うと、郵便局もなんかそれに近い要素は本当は持ってたんですけどね。郵便局の職員さんって、まあ、局長さんは結構地元の人も多いんですけど、職員って結構あの地域大きくこう移動するんですよ。だからその結構そういう人たちがいろいろ入ってこれるっていう意味ではすごいいい職場だったんですけど、うん、ちょっとその全国区で動くみたいなことがなんかこれから全国区というか地域広域で動くみたいなのが、うん、意外とその、ね、転勤が多いだの単身赴任があるだのって言って否定的な側面ももちろんあるんですけど、うん、国全体のなんかこう、うん、なんか底上げみたいなことを考えると、意外と重要な役目を負ってたんじゃないかな、みたいなことも意外と見ながら、その社会は考えた方がいいかもしれないですね、うん、って言って。なんかやばくなってきましたよ。そろそろ暗くなってきたんですけど、今一人入ってきてくださった方がいて、山本さん、山本圭介さんっていう方が今入ってくださって。誰ですか？山本圭介さんかな？あとね、大和田千秋さんという方もずっと。あ、大和田さんはですね、あの、はい、うちの社団の、あの、スーパージム、スーパージムじゃなくて、あの、まあ、スーパージム。スーパーバイザー、あ、違う、ね。スーパーバイザー。はい、大丈夫です。山本英介さんって、澤さんのお知り合い？山本英介さん、知らないの。川村さんの知り合い？いや、違います。これも、この回も、だから、ズームがいいのか、オンライン、なんだろう、YouTube 配信みたいなのがいいのかって、まあ、その辺もありませんか、わかんないですけど。ね、ね、ちなみに、ズームでね、YouTube に直接配信できます。そうですね。もう、今回やってませんけど。まあ、そうですね。だから、まあ、今後そういう運営の仕方も少し考えてた方がいいかなと思うんですけど、ね、あ、じゃあそろそろ来ました。山の天気は先の課題も見えてきたのでこの辺で終わり。じゃあ今日はこの辺でっていう感じですか。はい、でこの辺で終わりにしましょうか。ちょっとすいません、はい、パソコンがぶっ壊れそうだった雨中に。とりあえず録音は、録画はここで終わりにします。はい、じゃあ中に入ります、はい。